なのに、お堅いお前たちが決勝まで勝ち進むとはね。実は隠れハレンチだったというわけか。ついに正体を現したな。バカね、イム。その言い方だと両備たちまでハレンチになっちゃうじゃない。ハレンチだけどね、リョーナちゃんたちは。あんたと一緒にするな、このバカ犬。決戦の相手はヘビジョですか。これはますます負けられませんね。いいや、勝負は始まる前にすでについている。見よ、この雅の完璧なボディを。これを前にしても勝負をする気になるかい。相変わらずみ…なんだと村くも。雅をバカって言ったら僕が許さないぞ。クレイジー。すまんな、お前たち。イムは決勝を前に興奮しすぎてしまっているようだ。はい。だが覚悟しておけ。優勝するのは私たちだ。なんだったんだろう今の。みのりちん、しきちゃんは優勝したらどうするか決めちゃうんだよね。海外の忍び学校に行くか、決戦に残るか。そうだね、優勝できたら決められると思う。じゃあみのりも覚悟するね。しきちゃんがどんな決断しても泣かない。約束するよ。我慢できるかな。できるもん。みのりだって優勝して強くなるんだもん。そうだな、我らも強くならねばな。シキよ、我は面を外した状態でお前の決意を受け止めよう。いいよ村っち、そんな無理しなくて。シキ、あなたがどんな決断をしてもわしたちは必ずあなたを応援します。決戦に残るのならば、また違う方法でシキが夢を叶えられる道を一緒に探します。海外の忍び学校に行くと決めたのなら、荷造りを手伝ってあげますよ。シキはよく忘れ物をしますからね。わしがチェックしないと安心できません。それすごく助かっちゃうな。ありがとね、夜桜ちん。皆さん、そろそろ始まるようです。準備はできていますか。では行きましょう。参ります。それでは参りましょう。いざ尋常に。3、4、3、2、1、 Here we go。 勝って優勝しますよ皆さん。いいや、優勝するのは僕たちの方だ。そして祝勝会でみやびと楽しいひとときを。ダメ、今回だけはみのりたちを負けられないの。しきちゃんのためにも。みのりちん、なみなみならぬ覚悟がにじみ出ている。これは面白い戦いになりそうだ。わしたち月仙女学館の力思い知っていただきますよ。じゃあお友達は大丈夫かしら。友達は大丈夫かしら。
巻きで。私たちの優勝で、うんうん、やっぱり私たちは最強のチームだよ。試合をしている最中もずっと感じてたもん。こんな信頼し合える仲間はさ、世界中のどこを探してもいないんだろうなって。四季さん、 P1 グランプリの間、あたしずっと楽しかった。ずっとずっと楽しかった。こんなに楽しい時間を過ごしてたら、みんなと離れるなんてできっこないよ。でも私には夢がある。世界で活躍するスーパー忍者になるっていう夢が。だから私は
私は、私は、しきちゃんの決断やいかに。続きは CM の後で。ドンメッセッジ。ミスター K さん、さすがに怒りますよ。そうですね、絶秘伝忍法を叩き込みましょう。私だって君たちの邪魔はしたくない。だけど運営からの指示で仕方がなかったのさ。どういうことなのですか。私塾月仙女学館のみんな、優勝おめでとう。だが君たちにはもう一戦戦ってもらう。相手はこの私と、このミス R よ。私は別に戦ってもいいかな。みんなとの思い出がもう一つ作れるしさ。確かにそうですね。ならばお相手いたしましょう。